リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリンドです。はい、この動画のね始まる前にタイムラプスの動画がね1本差し込んであったと思うんですけれども、そちらの方でねうちの、サバンナモニターのシェフィーさんをね書いていただいている動画を入れさせていただきました。で、それを書いてくださったモジャーさんという方をね本日ご紹介できればなと思って今動画を回している状態でございます。はい、今ねここにそのサバンナモニターのシェフィーのね、イラストだったり、あとここにちょっと斜めになっちゃってるけれども、はい、うちのね、ルセット大コンボリのマナちゃんとかね書いていただいたり、あとはね他のメモ帳をね買わせていただいたりだとかっていう形で今ちょっとこんな感じで飾っております。で、まあ上の方のこのキリンのやつはですね、モジャさんという方とジングンさんという方のコラボの、アイテムになります。で、そのねコラボのものもね良かったので購入させていただいて、ちょっと今こんな感じでね飾らせていただいております。はい、でまず、もちゃさんという方がどんな方かっていうところをねご紹介をさせていただければなと思うんですけれども、インスタグラムをねメインで活動されていて、あとはねちょっとイベントに出展されている方にもなります。イベント出展でその場でね実際にこうイラストを描きながらっていう形で、動物のねイラストをまあ、デニムの生地だったりだとかカンバスだったりメモ帳だったり、あとはポーチだったりっていう小物だったりにねいろいろ書かれている方になります。でね実際にいただいたパンフレットがねありますので、ちょっとそちら見ていきましょう。はい、こんな感じ。あ、で、この間ね、これが購入させていただいた、その、モジャーさんとジングンさんという方のね、コラボで、その、ジングンさんがですね、キリンが大好きで、はい、なので、ちょっとキリンを描くっていう形で、で、ジングンさんが実際に、シルバーアクセ作家をされている方で、そちらのね、シルバーアクセがこちらについているっていうコラボ商品になります。でね、もうこのウィンクしてるキリンちゃんが可愛くて、つい購入してしまいました。私はここの中に、これはね、よいしょ。はい。充電器と、イヤホンさせる、なんか分岐してるやつと、純正品のイヤホンですね。iPhone 買った時についてくるんです。あとは今入ってないんですけど、ここに USB メモリーも一緒に入れております。まあ、お仕事用で今使ってますね。あと、まあ、普段はね、Bluetooth のイヤホン使ってるんですけど、Bluetooth のイヤホンもたまにね、充電切れることがあるんで、私、一応、持ってるんですよ。有線のタイプもね。なので、それを入れるのに使わせていただいてます。ちなみに裏がですね。はい、うちのマナちゃんです。で、モジャと書いてあって、ジングンと書いてあって、私の名前もね、ちょっと書いていただいて、はい、なんか三者コラボみたいな雰囲気のね、感じで裏だけちょっと作っていただきました。でね、これ、あれなんですよ、オーダーして、実際に写真をお送りして、その写真を元に書いていただいたり、あとは写真からアレンジをしていただいて書いていただいたりっていう形で、ほんとね、素敵な作品を作ってくださる方です。で、うちの、自分ちの子がね、こう作品としてね、出来上がるので、もうほんと、なんていうか、世界に一つしかないアイテムが出来上がるっていう形になります。はい。まず、ちょっとね、この間購入して今お気に入りのものをちょっとご紹介させていただきました。早速ね、ちょっとパンフレットの方をご紹介でね、見ていければなと思うんですけれども、こんな感じでね、作品の一覧がね、書いてあるパンフレットがありまして、はい、こんな感じでね、書かれている状態ですね。T シャツだったり、まだ T シャツはね、私注文したことがないので、現物はちょっとわからないんですけれども、ただ T シャツもすごいですよね。まあ、狼とかね、象とかキリン、虎、あと、まあ、ハシビロコウとかもね、いますし、ハリネズミとかね、ウサギとかパンダとか。もうここにはね、カエルもワシも、シマウマも。うん。っていう感じでね、います。で、ペット2匹の別々の画像を見て、こんな感じで1枚の T シャツにっていうことで、はい。こう写真を元にね、作ったりされておりますね。そう、本当に世界にたった一つのペット T シャツっていうのはね、なかなかないものなので、いやそしてしかもね、このちょっとリアルなタッチだったりとか、ただね、リアルなタッチだけじゃなくてですね、ちょっと可愛らしいタッチっていうのもできまして、後ほどキリンの方をね、ちょっと見させていただくんです。見させて
映させていただくんですけれども、はい、そちらの方でもね、ちょっと幻想的なね、形で作られたりも、作られたりとか書かれたりもしてますので、ちょっとそちらも後で見ていきたいなと思います。で、こちらはね、デニムペイントという形で、デニムに実際にペイントされているものになります。これもいいよね。私ね、いつかデニムのね、このオーバーオールを1枚頼みたいなと思っております。で、オーバーオールを頼んでどうするかというと、私の YouTube 用のね、衣装にしたいなってすごい考えてます。はい。あと、キッズ T シャツね、まあこういう可愛らしいのもね、ある状態ですね。で、こっちだとネーム T シャツっていう形で、この色使いが幻想的ですよね。しかもですね、まあ、先ほどの、イラストのね、書いているタイムラプスの方でもそうだったんですけれども、基本的には下書きをほぼしないで、書かれておりまして、で、しかも、キャンバス上で、なんていうんですかね、色を混ぜながら書かれていて、もう多分なんですけれども、脳内に、大体のこう、構図と、あと、なんていうんですかね、最後の、その、完成形の、多分想像図っていうのはもう脳内にあるんだと思います。そこはちょっとねインタビューしてみないと分かんない。インタビューしたいな今度はい、っていう感じですね。あとはこちらだとバッグ関連ですね。はい、こんな感じでトートバッグ、リュックにもなるトートバッグ、これもおしゃれですね。こんな感じでね。で、これはポーチ、 L サイズのショルダーバッグっていう感じでね、全部手書きなんですよ。だから完全にオーダーしてもらって、オリジナルのものがっていう形ですね。だから本当に世界に一つだけのものができていく感じですね。あとはこの辺だとデニム関連の、ペンケースかな、これ。そうですね、ペンケースと、こっちだとね、デニムのタイプの、丸い、ショルダーバッグだったりとか、おしゃれですよねこれね。かわいい。で、あとはもうこんな感じのね、カマスアートとか、あとはデザインコインケースだったりとか、しかもね、こういうちょっと幻想的なものもね、いろいろと書かれている状態になりますね。なので本当にこうイラストの幅が広いというか、動物だけではなくてっていうところですね。はい、こちらだとね、動物のね、書かれたデニムコインケースですね。かわいいね。しかも袋ももんがかね、結構いるんですよ。袋ももんが。もう袋ももんが好きは、ぜひ買うべきですよ、これ。押し売りはしませんけれども。ほんと、袋ももんがちゃんがね、すごい、こう、特徴をね、捉えてるっていうのが、で、見て、この子誰だみたいなのが、わかることが結構多くて、先日紹介させていただいた、しょうこさんっていう方の、くーちゃん。が、このね、もじゃさんの、イラストで作られたりもしてるんですけれども、そのくーちゃんのやつを見るとやっぱり、あ、くーちゃんだってなる感じでした。だからすごい本当特徴を捉えててって感じですね。はい、この辺がデザインのトートバッグかな、デニムトートバッグとか、デニムポーチとかになりますかね。うん、こっちがデニムトートで、こっちがデニムポーチですね。しかもね、哺乳類だけじゃなくて、爬虫類もいってるし、鳥類もねっていう形。あと、両生類もね、ウバルパがいたりとかしますし、あとは、なんていうんですかね、実際に、まあ、ペットで飼育が難しいような、シマウマとかゴリラとかね、そういう、なんだろう、サバンナにいるような生き物。そういうこと、あと、コアラとかね。そういう、なんだろうな、実際、まあ、動物園で見ることの多い動物っていうのもね、書かれていて、ここにはフラミンゴとかもね、いますし、ほんと、幅が広いですね。お、いたいた、ウバルバ。あと、カエルとかね。っていう感じでございます。そのね、いつかはね、うちは、カンバスで、うちの子大集合みたいなことをやってみたいなって考えております。で、こちらがね、メモ帳ですね。メモパート、メッセージカードとか、あとはペイントランチョンマットとかですね。ランチョンマットもちょっと私考えてるんですけど、ただランチョンマット汚しそうで、はい。あとはちょっと私の予算的な部分との相談をしながらっていうところですね。なのでちょっと予算考えながらやっていこうかなと思います。はい。あとはね、iPhone のケースとか、あとは、
そうですね、このファブリックアートっていう感じでね、まあ、旗とかね、そういうのに描いたりだとか、あとはこういう感じでね、結婚式のね、ウェルカムボードだとか、あとはこういうトバッグのね、大きいやつとかね、もありますね。で、この辺だとポーチ。この辺もポーチかな。あとはね、ベリーペイントって言ってね、お腹に実際ね、妊婦さんにこう書いてるっていう形で、なんて言うんですかね、安産を祈願するだったかな。ちょっと、あ、ここに書いてあった。はい。安産祈願っていう形でね、ペイントをしてっていう形で、ほんとその時の記念っていう形でね、されていたりもします。あとは、まあ、アクセサリーとかもね、このように作られている状態でございます。で、実際はね、まあ、問い合わせをしていただきながら、まあ、インスタグラムでね、っていうところもあるでしょうし、あとは、インスタグラムの方でね、オーダーを受けるライブ配信っていうのもされているので、そのライブ配信でオーダーをしていくっていうのも一つの手かもしれないです。はい、じゃあ早速ね、うちの、書いていただいた作品をね、見ていきたいんですけど、これマナちゃん。すごくない？ほんと。マナちゃんの特徴すごい捉えてて。で、私、羽を広げたところにメモ書きたいなっていうことで、お話をして、こんな感じのメモ帳になりました。で、私のね、わがままでうちのチャンネルのロゴと、これうちのチャンネルの、QR コードね、入れてもらいました。はい。なんで、ちょっとここね、現実じゃありえないようなね、書き方をしてもらったんですけれども、いや、ほんと、マナちゃんの特徴を捉えててね、すごい可愛い。でね、先ほど言ってたキリンのね、幻想的なっていうのがね、この辺がそうですね、こう耳のところに羽が生えてたりだとか、はい、色使いとかもね、幻想的ですよね。あとは、まあ、レオパとかね、ヘビちゃんとか、はい、これもね、キリンのちょっと幻想的なね、羽が生えているやつとか。で、これはモジャさんとジングンさんのお二人でコラボした時のやつになっていて、この半分の顔のね、キリンさんがすごく可愛いですよね。ここもね、ちょっと幻想的なキリンさんですね。お耳に羽が生えた感じの。で、これがね、その時のコラボの商品、たった 1,2,3,4,5,6,7,8 個だったんですよ。この8個のうち、うちが購入させていただいたのは、これ。このね、チューしてるやつも可愛いし、っていうかね、どれも可愛いんだよな。だって多分一番人気はこれだね、この半分の顔だね。はい、っていう感じでね、書いていただきました。でね、ほんとシェフィーさんがほんとそっくりで、ちょっとせっかくなのでシェフィーさんと一緒に写したいな。シェフィーさん寝てるかもしれない。よいしょ。寝てるかもしれないよ。寝てるね。あー、シェフィーごめん、おはよう。おはよう。寝ていったね。はい、ということで、はい、シェフィーさん、うちのシェフィーさんと書いてもらったシェフィーさん、これね、もともとうちリードつけてたんで、そのリードと合わせてにはなるんですけれども、シェフィーさんとシェフィーさん、よくない？最高よね。シェフィーおはよう。無理に起こしちゃってごめんね。いや、かわいいな。シェフィーそっちペロペロはやめたしな。あとあなた髪の毛食ってるわ。シェフィーさんデローンってしすぎじゃない？まだ眠い？もしかして。あなた髪の毛食ってんだ。シェフィー、シェフィーこっち向いて。そう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 。シェフィーこっち向いて。そう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 。はい、ありがとう。はい、というところでね、シェフィーさん実際描いていただいて、色使いがね、すごい幻想的なんですけど、ちゃんとね、うちのシェフィーさんだっていうのがね、すっごいこう伝わるイラストになっていて、超お気に入りです。はい、ちょっとシェフィーさんがね、眠そうなので、シェフィーさん戻しましょう。はい、シェフィーさんありがとうね。
はい、っていう感じでございます。でね、あの実際オーダーとかもね受けてらっしゃいますから、あのそのタイミングで、こう一期一会の出会いに出会っていただけると、本当いいものがね目の前でこう見ることができるんじゃないかなって私は思っております。はい、概要欄にもじゃさんのそのURL ですね、インスタの URL 貼っておきますので、よかったらそちらの方からね見てみてください。でね、多分その生配信参加していただくと、そのジングンさんという方にも、お会いできて、そちらの方ではね、こちらのシルバーアクセサリーだったりとか、オーダーをね、していたりもしますので、まあ、状況によって、ちょっとオーダー待ちにはなるとは思うんですけれども、そういう回もやってますので、よかったらちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。ちょっといろんなね、インスタグラムからね、作家さんに出会うことができまして、ちょっと私今楽しくなっております。はい。なので、よろしければ見てみてください。はい。ということで、本日は以上となります。もしよろしければ、こちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらフォローお願いいたします。また過去にたくさん動画上がってますので、よかったらそちらの動画見てみてください。そしてですね、本日紹介させていただきました、もじゃアートさん、概要欄に書いてありますので、よかったらそちらの方見てみてください。ということで、以上、リントーでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。